ハラマ川は、スペイン中央部を流れる他、他は水系の川である。北から南へと流れ、アランフェス近郊で、タホ川に合流する。主な支流に、エルアタサルダムを有するロソヤ川やマンサナーレス川がある。スペイン内戦時、1936年11月、8から9日に起きた、マドリードの戦いにおいて、マドリード対岸の町、パラクエジョス、デルハラマで、 1000人の民間人捕虜が共和国派の民兵に殺害された。当時、マドリードの共産党員リーダーであった、サンティアゴ・カリーリョの権限の下で処刑が実行されたか、否かが疑問視されていたが、カリーリョはいくつかのインタビューにおいて、それを否定した。ハラマ川は、1937年にも激しい、戦闘の舞台となった。ナショナリスト派のフランコ軍は、 共和国派が支配するバレンシアと首都マドリードの経路を断ち切ろうと、ハラマ川を横断した。スペイン在教軍人とアフリカのモロッコ兵によって編成されていたフランコ軍は英国のイギリス人大隊やアメリカの義勇兵で編成されたエブラハムリンカーン大隊とも呼ばれる第15国際旅団を含む共和国派の軍隊と直面した。フランコ軍は 600人中270人以上の英国人に重篤な損害を与えたにもかかわらず、目的を達することができずに進撃を止めた。その後、前線は残豪線により膠着したまま、戦いが続き、両陣営に合わせて4万5千の犠牲者がもたらされた。ラファエル・サンチェス・フェル・ロシオによる1955年発表の小説にエル・ハラマがある。夏の日の川へ、 ピクニックに向かうマドリードの中流階級の若者たちによるそのリアルな会話はスペイン小説会を刷新し1955年のナダール賞を獲得するに至った。マドリード北部郊外の菓子には自動車の国際レース場であるハラマサーキットがあり、一般にハラマと呼称されている。より安全なヘルス、カタロニアの各レース場が建設されるまで、 9度の F1、スペイングランプリレースといくつかのオートバイレースが開催された。下流より記載。ありがとうございます。